どうもアルダンです。本日はキーパーラボさんに来ています。今回はヤリスクロスにクリスタルキーパーを施工していただきます。ヤリスクロスのボディサイズは M サイズで通常2万800円なのですが、新車登録日より6ヶ月以内の新車割引とウェブ割引を合わせて 10% オフになり、1万8720円で施工していただきました。ホームページでは作業時間は2時間となっていましたが、受付時の説明ではだいたい1時間半程度で完了するとのことでした。実際に作業完了までかかった時間は約1時間20分くらいでしたが、動画を見直してみると作業が行われていない時間も結構あり、実作業時間は少なく見積もって10分以上は少なく1時間10分以下で完了しているようでした。ただこれはお店ごとに機材の差やスタッフさんの数や当日のお客さんの多さにもよると思います。作業前や作業後にいくつか質問したのですが、まず三田装樹脂パーツについてですが、この部分にはガラスコーティングは行わず、レジン皮膜だけ施工するとのことです。三田装樹脂パーツにはガラスコーティングは乗らず、レジン皮膜も状況にもよりますが、1年は持たず、早ければ1週間程度で落ちてしまうこともあるそうです。施工後についてですが、簡易ガラスコーティング剤などは使わない方がいいとのことです。またインセクトリムーバーやピッチクリーナーなどは必要に応じて気にせず使用しても良いとおっしゃっていました。新車時の施工なので、はい、レッチャーが上がっているかなという印象ですね、はい、あとは強発水の、コーティングになりますので、はい、洗車ご自身でやられる洗車もかなり、はい、お手入れしやすくなってますね、はいはい、
施工が夜だったため、いわいちクリスタルキーファーの効果が分かりづらい状況でしたので、ちょっとテンションが低くて申し訳ありません。この翌日の明るい時間に改めて撮影しておりますので、後日施工後の状態をご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。